では、最後のライトニングトーク、大阪グループさん、よーい、スタート。どうも、さっきのライトニングトークが失敗したからもう一回やり直してるわけではありません、赤星正則×坂口修一二人芝居の坂口修一です。よろしくお願いします。ね、一人芝居1年間やってポリンプできた言いましたけどね、もうちょっと一人芝居はちょっと大変だったなということで、当時一緒に別のタイミングで一人芝居をしてた赤星正則君と、さっき長いことね劇団やってるっていう紹介がありました、あの世界一団それからサンデーに所属している赤星正則君と、二人芝居をしまして、今回その中でもイコールという作品を配信しております。よかったらぜひ見てください。中世の錬金術師の話になっております。錬金術師のですね、テオと、病弱な友達ニコラの友情の物語でですね、40歳のおっさんがですね、ちょっと半ばボーイズビーにボーイズビーじゃないですね、ボーイズラブに、ボーイズラブに近いような話をね一生懸命やっております。これもね演劇じゃないとね、はい、とても見れない。はい、どうも超人予備校マジアンタミストルキと申します。超人予備校と言いますと、あの超人を目指す劇団なんですけれども、一言で説明しにくいお芝居やっております。一応コメディではあるんですけれども、あのちょっとね、あの人に頼んでセールストークみたいなねポイントを上げてもらったら、ほとんど悪口みたいなことばっかり言われます。はい、的を得てるのに悪口みたいにね、はい、なぜです。そういう超人予備校がですね、皆様はほとんど人参というお芝居です。絵とにこだわっております。うさぎ年に描きました。説明できませんね、説明できないので見てください。一言だけ言うなら、あのね、あなたの価値観とか常識をちょっとだけ変えるようなお芝居やってます。私6月に道頓堀、9月に東京池袋の方に行きますので、それまでにほとんど人参を見てください。いきますよ。友達以上人参未満、はい、次。はじめまして、プロトテアトルと申します。プロトテアトル代表の福島オリベイラ・ペレイラ小一郎です。本名です。ただ名前のことに関してはちょっと長くなるので飛ばします。今回エントリーさせていただいているのは、ノクターンという作品で、ショパンのノクターンに合わせて、夜奏曲夜を思うように過去を思うという、記憶にまつわる会話劇をやっております。大変ウィングカップ2015、で、最優秀賞をいただいた作品です。ぜひハイテンポな会話劇なので、ちょっと見てもらえたらありがたいと思ってます。今回全然関係のない友達のがっかりアバターの坂本アンディ君を連れてきました。お願いします。ガバリアバターの坂本龍太郎と申します。カンフェス2017には、出してないし、感激三昧でも映像を配信してないんですけども、ぜひ優勝したいなと思ってます。お願いします。応援お願いします。よろしくお願いします。お願いします。どこを応援してどこを応援してください。終わり。しかも暴らすんかい。どうすんねこの空気を。はい、次。時間堂の黒沢誠と申します。こんばんは。2016年12月31日で、解散しまして、解散の2個前の本公演ゾーヤペイリスのアパートをカンフェスにエントリーしました。見どころが3つあります。その1、第9回小田島優氏戯曲賞、翻訳戯曲賞を受賞しました。翻訳家の秋月純也さんがその鮮烈な翻訳で、賞を受賞してよかったなって思いました。その2、歌って踊って最後は脱ぐ、時間の対応劇だって言われてますけど、ずっと生ピアノの演奏 で歌があって、でどんどん女の人の露出が上がっていくっていう2時間45分です。その3、難しくないコメディだよ。すごく難しそうに